1995年7月30日、八王子市にあったスーパーで女性3人が何者かに拳銃で殺害された事件。今月30日に時効まであと半年となります。事件解決へ残された時間が少なくなる中、関係者の思いは。この事件は1995年7月30日午後9時15分ごろ、八王子市大和田町にあったスーパー南平の2階事務所でアルバイトとして働いていた稲垣典子さん、前田博美さん、矢吹恵さんの3人が何者かに拳銃で撃たれ殺害されたものです。警視庁はこれまでに延べ13万人以上の捜査員を投入して捜査してきましたが、未だ解決には至っていません。もう最初はそっち来てたのね。そっちにだんだん、2人で来たり1人で来たりいろいろね、最近はあんまり来てないみたいね、もう犯人がどこ行ったかな、あっという間だもんね、最初はよく見えましたけど、ここ 1,2 年はちょっと、まあ留守してたりなんかする時もあるので、ちょっと見えてないかな。全然そばにいても見当がつかないっていうか、早く捕まってほしいと思いますけどね、事件の発生から14年半、警視庁に寄せられる情報なども少なくなる中、この間の時間の経過は決して長くは感じないと話す関係者がいます。被害者の一人、矢吹恵さんが通っていた高校の教師、伊藤孝久さんです。14年という年月が、その小さい子供たちの成長ぶりから見るとすごく、あ、こんなに経ってるんだなという思ったんですけども、私にとってみればこの彼女、矢吹さんのこの事件はつい先日に起きたような、この14年間というその年月は長いと感じませんでした。事件が時効まであと半年と迫る中、伊藤さんは今、事件の解決と時効の撤廃、この二つを望んでいると話します。やはり一番願うことは、やっぱりこれだけの事件を起こした犯人が一刻も早く自分の罪を認めてくれるということですね。罰を受けてほしいと、このように思ってるんですけども、なかなか私たちの願いが通じないようです。このような凶悪な殺人事件を犯したような、こういう事件に対する時効を撤廃するというところをまず願ってます。もちろん6ヶ月の間に、あるいはすぐにでも犯人を逮捕すると、あるいは犯人を逮捕されるということも期待しておりますが、その控訴事項が成立するということがないということも期待しています。事件の発生から14年半が経ち、現場の様子はこのように大きく変わりました。しかし、事件の解決を願う多くの人たちの思いは、時間の経過とは関係なく変わることがありません。時効まであと半年、犯人検挙に向けた捜査は続きます。八王子で起きたこの事件のことは、今でも私は鮮明に覚えています。殺害された3人のうち2人がアルバイトの女子高校生、大変衝撃を受けました。遺族、先生、友人の悲しみ、怒り、無念さ、時効問題という壁を突き破ってでも容疑者を逮捕してほしいという気持ちです。警視庁ではこの事件についての情報提供を呼びかけています。また有力な情報提供には、公的懸賞金制度などから最高で600万円の懸賞金も支払われることになっています。